今朝福岡県小竹町の産業廃棄物処理場で火事がありました火はおよそ2時間後に消し止められましたが焼け跡から性別が分からない1人の遺体が見つかっています警察によりますと倉手郡小竹町で午前6時40分ごろ通行人から黒煙が見えると交番に届け出がありました現場は街中から少し離れた場所にあります 鎮火から2時間半ほど経過していますがまだ焦げ臭い匂いが残っていますプレハブの事務所を全焼し火はおよそ2時間後に消し止められましたが焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました処理場では社長を含め6人が働いていますがこれまでのところ60代の社長と連絡が取れないということです 警察は遺体の身元の特定を進めるとともに詳しい出火原因を調べています。